えー、トント・テルミー・宮部です。えー、本当にトント・テルミーですからね。余計なことを聞かないでくださいね。そしたらこの動画バンされるかもしれないですから。えー、秋田方市に来ております。で、秋田方市といえば、えー、前の石丸市長、あの人が今、都知事選に出てますね。ということは石丸さんがどういったことをここで成し遂げたのか、ということをお話ししないといけないです。で、最初ね、秋田方市。 で、汚職事件があったんですね。まあ、広島全体で問題になったんですけども、それで、えー、秋田方市の市長と市議会の議長が失職したんですね。そこで名乗りを上げたのが、石丸さんなんですね。 元人行員の若きエースということで期待されて当選したわけです。で、最初は市民の方も期待してました。で、議員の方もね、結構期待してたそうなんですね。ところがですね、しばらくするといろいろ問題が起こってきた。つい昨日ね、交際で判決が出てるんですけども、まあ議員に対する誹謗中傷問題ですねで。山根さんっていう議員がいらっしゃるんですけども、その方に脅されたって言って、石丸さんが言ったんですけども、まあそれは事実無根だっていうことで、賠償、 するっていうことになってるわけです。それがですね、おかしなことに、飽きた形から山内さんに賠償するっていう形の判決が出てるんですけども、まあ、いずれひょっとすると、飽きた形側が石丸さん個人に対してそれを請求するっていうことになるかもしれないです。まあ、そういった問題もありましたし、あとはですね、いろんな公共事業というか、まあ、その箱物施設ですね、あと不採算事業というものをどんどん石丸さんがカットし,していくんだけども、それに関してもですね、もう根回しをせずにガン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 やってい 行くものだから、前、まあ、現場が混乱したりとか困惑したりとかそういうことがあったわけです。まあ、他にもあの議員さんとの感情的な確執ですね。で、まあ、八時っ,って石丸さんって結構そのもう怖いもんなし。というか。もう性格的には最悪というか、まあ、会社で同僚なんかにはいて欲しくないタイプだと思うんですよ。もう,もう端的に言えばね。性格的には本当にもう嫌な性格な人なんです。石丸さんの？ じゃあ、その政策的な部分の成果に関して言うと、とても、とても良かったとも、とても悪かったとも言えないところがあるんです。というのも、飽きた方師っていうのはですね、20年ぐらい前に6長が合併してできたんですけども、その頃から、もう不採算事業は閉じたりだとか、もう箱物を閉じたりっていうことはずっとやってきたわけです。それはこれまでもそうだし、これからもそうなんです。これは、もうアンチ石シマルの方でもっおっしゃってるんですけども、 それは別に石丸さんとは関係なしにやってきたことなんだと。だから石丸さんが不採算事業を切ったりするっていうのに関しては、まあ、結局プロセスやり方の問題あとはまあ感情的な問題であって、それを進めるっていうことに関しては、別にそれは石丸さんが悪いとは言い難い。それは別に、 ずっとやってきたことなわけだから。だから、どんどんもうコストカッターみたいなのをやってきたことについては、これはその、ま、やり方が、あの、過激だったっていうだけであって、石丸さんが悪いとも言えないんですね。じゃあ石丸さんが何かものすごい見えるような功績を上げたかっていうと、まあ、まだ一気だけっていうこともあってですね、そういうことも、そう、パッ、 すすごいいい功績っていうのもあるわけじゃないんですただ、ま、注意していただきたいのはですね、石丸さん政策っていう面では、まあ、そんな功績もあげなかったっていう一方で、と、極端に悪いことをしたっていうわけでもないんですよね、実は。今、飽きた方で選挙が行われてます。藤本悦司さんっていう方が石丸さんの体、 対抗馬として出るはずだったんです。で実はえ。石丸さんが第2期目に出馬して、藤本悦司さんと石丸さんの対決っていうことになることを市民の方は予想してたんですね。で、藤本さんが名乗りを上げたっていうのも、あの、実はそういう面があったと。なんとかして石丸さんに対抗するということで、名乗りを上げたっていうことなんですね。で、そして、えー、ところが予想外に、 石丸さんは東京に行ってしまった。そしてもう一つ予想外なことが起こってて、実は熊高正総さんっていう方が、実は立候補してるんですね、市長に。この方は、あの、新石丸派というふうに見られてる人ですね。石丸さんの理解者という、まあ、どちらかというともう石丸さんに浸水してると言ってもいいんですけども、そういうふうに見られてる。藤本悦史さんと熊高正総さんの選挙っていうのは、もうその、 藤本さんと石丸さんの代理戦争っていう面があるんですね。党の本人の方はまあそ、そ、れは否定してるんですけども、やっぱ市民からはそういうふうに見られてるっていうことは意識してるみたいです。だからこの選挙の結果が、ああ、言ってみれば藤本さんと石丸さんの戦、戦いの結果に、結果と対応するんじゃないか。まあ、もし、もし藤本さんと石丸さんが戦ったらっていうことですね。藤本さんは対話ということを、 あの、前面に出してるんですね。これは、え、石丸さんがその対話ということをせずに、どんどん事業を進めた、事業の廃止を進めたっていうことに対するアンチテーゼなわけです。ただ、皮肉なことにですね、実は熊高さんっていうのはなんかちょっとね、市役所の横のホールでね、ちょっとそういう対話集会をなんかもしててですね、これがね、難しいところなんですけども、熊高さんは、え、石丸さんに浸水してるんだけども、 性格的には石丸さんとは実は正反対なんですね。熊高さんが石丸さんを支持したからって、じゃあ熊高さんのことを、まあ、アンチ石丸の方が熊高さんの悪く。 熊高さんのことを悪く言うのかって言ったら、そういうことでもないわけですよ。で、熊高さんにね、ちょっと聞いてみたんですけども、石丸さんのもとで生じた、まあ、いろんなね、議員さんとか、まあ、いろんな方とのそういうね、圧力についてどうするのかって言ったら、熊高さんはもうリセットするって言ってます。まあ、そういうことについて圧力というものはもう自分の、そこ、そ,そこまでは引き継ぎませんよと。 熊高さんんに関してては、まあ、対話ととといいいいうことを進めていくんじゃないかと思います。重要な問題。なぜ石丸さんが2期目に出なかったのか。で、これはもううがった見方として勝てないと思ったんじゃないかと。2期目に出ても負けると思ったから逃げたんじゃないかっていうような言われ方をされるんですね。ところがですね、まあ実際もこれは反石丸。 派の方にも、あるいはもう、石丸市の方にも聞いてみたんですけども、いや、それはわかんないよと、まあ、仮に、 藤本さんと石丸さんの選挙になったとしても、本当どっちが勝つのか分からないような状態だったと。だからあ、石丸さんが逃げたって言うんじゃなくて、やっぱり石丸さんってお調子者だから、やっぱり飽きた方にとどまるんじゃなくて、あえて都知事に出たかったんじゃないかと。もう全国の、全国区というか、もっと大きい勝負に出たかったんじゃないか、ということなんですね。いろんな人の話を信じるんなら、まあ逃げた っていうわけではなくて、まあ、遅かれ早かれ、ああいう飽きた方を、ま、踏み台にして、えー、もっと大きいところに出るっていうことは考えてたんじゃないかっていうことですね。それが遅いか早いかっていうだけの話だったっていうことだと思うわけです。そしてもちろん、あの、このチャンネルな、なので、童話行政についても取材したんですね。t、t コマーシーですね。あの方について、まあ、僕は童話のドンとかいろいろちょっとね、行々しいことを言ってしまったんですけども、まあ、その人はね、実は <laughs>、 結構ね、地元では慕われてるんですね。エコミュージアム川根っていうところがあって、そこで、えー、レストランがあるんですよね。なんかそこで自ら魚焼いたりしてましたね、その、あの、ティーコマさんが。もうその方は、まあ、国から表彰されたりだとか、まあ、あるいは、まあまあ、この辺りでね、地域に関して相当絶大な力を持ってる人なんですけども、まあ、昔は解放同盟のトップだったんですね。ただまあ、現状ね、解放同盟っていうのはね、解散してるんですね。 t コマさんについても、その、まあ、じゃ、もう、もう解放同盟の人っていうよりは、その、もうそういう、まあ、地元のことを考えて動く人。 で、なんか、党派性があるっていうわけでもない。どこの政党を支持してるっていうことでもないんですね。しかもなんか、もともとは熊高さんを支持してたんですね。で、今は熊高さんの講演からは外れてるんだけども、それも別に熊高さんとなんか、確実があったとか、あるいはですね、石丸さんがその同和関係の施設なんかも含めてどんどん閉鎖したり、統合したりしたからっていうことではなくて、うん。これは、まあ、本、本人の言い分を信じるのであれば、 その、石丸さんっていうのは、その、ま、童話行政とかについては、特に何かしら自分から考えがあるということもなくて、もう何も、何もない空っぽな人なんだと。まあ、少なくともこの、えぇ、童話関係の施設の統合とか廃止っていうのは、ま、誰が進めたかって言ったら、やっぱり、それは石丸さんということになるんだろうと。ただ一方でですね、他にも童話対策で作られた、なんか、ま、キャンプ場みたいなところとか、あの、養殖し、 魚の養殖施設なんかもあるんだけども、それに関してはですね、なんかまるでその石丸さんがそれをまあカットして、 で、まあ、t コマさんが抵抗したのかのように言われてるんだけども、まあ、実際は違ってですね、それは、ま、コロナなんかでね、いろいろ苦しくなったから、もうこれは、あの、あの、死からは切り、切り離すべきだっていうのは、あの、実は、あの t コマさんの方から、あの、提案したっていうことなんですね。だから、この、童話関係の施設の閉鎖とか統合とかそういうものに関して、別に、 あの、t コマさんはその、やめろとかそういうこと、あれこれ、あれこれ、あのー、干渉してないよと。で、t コマさんもですね、その石丸さんを嫌ってるっていうわけじゃなくて、まあ考え方としては、まあ別に市民がね、投票して石丸さんを選んで、まあ、秋田方の大統領にしたんだから、それはもう石丸さんの言う通りにするにはしょうがないでしょっていう、そういう考えなんですね。まあその石丸さんの後継みたいな見られ方をされる熊高さんを支援、 支援し,してないんですよね。ところが、この事情、この背景事情っていうのはまた面白いんですよ、実は。藤本悦史さんも、熊高正三さんも、実は、 同じ旧高宮町の人なんですよね。しかも、そこ、その高宮町、川根なんですよ。えらいピンポイントなんですよ。高宮町の川根って同じ地域なんですよね。藤本さんの方が、熊高さんよりも、もう20歳以上若いのかな。だから、本来だったらね、T コマさんとしては、若い方を応援したいし、まあ、川根としてもね、若い方にね、どんどん応援して、道を譲るべきだろうっていう考えなんだけども、熊高さんがすっかりもう石丸さんに浸水してしまって たので,ね、で、一方で、あの、藤本さんは、石丸さんの対抗候補っていうような面があるので、それで、あまあ、T コマさんは、熊高さんを支援できなくなってしまったっていうことなんですよね。まあ、ただ、まあ、注意してほしいのは、別に T コマさんが熊高さんを嫌ってるっていうわけじゃないです。もう、もういろいろ予想外なことがあって、流れでそうなってしまったと。もうこれは自分も予想外だし、まあ、あの熊高さんにしても、もう何を考えてるのかわからないっていうところなんですよね。 石丸さんが過激に進めすぎたっていうところもあるんだけども、やっぱでも感情的なもんなんですよね。石丸さんっていうのはちょっとやっぱり行動というのが、とても政治家らしくない行動をして、その部分で感情的な圧力を生んだっていうことなんですよね。別に石丸さんの政策が極端に悪いっていうわけじゃないんです。前々から秋田方氏が進めてきた不財産事情の切り離しとか整理統合っていうのを進めたっていう面では、 石丸さんは別に政策的には悪いことはやってないんです。じゃあ一方でなんかすごい功績を出したかって言ったらそうでもない。そこは誤解しないでいただきたいと思います。まあ8時で僕は石丸さんはサイコパスだと思います。まあそれがいいか悪いかっていうのはそれはいろ人の捉え方次第だと思いますね。で、今熊高さんは藤本さん出てますけども、まあ全く対照的な選挙をしてるんですよね。藤本さん対話って言ってるけども、やっぱりちょっとね、昔の、昔の あの、飽きた方みたいな、その田舎の選挙ですね。いろんなところから支援を受けてっていう、本当に選挙の王道というようなやり方をやってるんですよ。一方、熊高さんっていうのはやっぱりね、なんだかんだで石丸さんの影響を受けたのかなそのネットを使ったりして、まあ、党派、その政党とかそういう団体っていうのを関係なく、まあ、直接呼びかけるみたいな、そういったやり方っていうのを進めてますね。まあ、どちらがいいのか。それは、もう市民が、 決めることだと思います。このチャンネル見てる飽きた方の市民の方もいらっしゃると思うんで、まあ7月なのかどうなるか、その結果っていうのが、とね、東京、まあそれも東京の結果と一緒に出てしまうんだけども、まあ仮に石丸さんが飽きた方に残っていたらどうなるかということを何かしらね、示唆するような結果になるんじゃないかと思います。ということで、現地、飽きた方からのガチレポートいたしました。 詳細は次元社にも掲載しますし、ぜひ X もフォローしてください。よろしくお願いいたします。